根が明るいんだと思います。うん、だからそれは多分良さなので、はい、その良さを探すと思った方がいいかな。で今やったこれですね。まあ、四肢疲弊反歩とか足の押し上げとか、まあ、呼吸息をこするとかやってね、手温めるとかやって、尻歩きやるとかの方にしましたよね。でその後のちょっとこう掴むっていうか、鼻とかにこう、はい、ふんふんふんとか掴むっていう話なんだけど、掴むでうおあい、これをうおあいを5番目さんかなと、丸くないでしょうか。うおあい、こっちは5番目か、これ6番掴むでしょうか。そうするとね、うおあえへいって、まあつながりやりましたね、はい、これでちょっと少しもう一回もらえるかな。ちょっと高いところ、少し声明るいからね、少しだって僕らが少しこう低いっていうか暗めに話してるんですけど、少し明るいので明るいところで、だけど、うおおわあえとかちょっと苦手っぽくて今ね。熱の音使いましょうか。うおあえ。ちょっとイを省略します。最後だけ知りてもらいます。うおおえうおおえい、こういう尻歩きでやりましたよね、はい、ちょっとそっちに行きましょうか。その時良かったんだけど、今椅子に座ってる と、ちょっと体がこう骨盤開き気味で、しかもちょっとこう丸まった形で、おへそが少し後ろで、こういう骨盤この形でなんとかしようとしてるので、これだとちょっと行き詰まりやすいんですよ。それよりは少しこう入っちゃった方が、うん、そうそうそう。で入るっていうのはどういうことかというと、片っぽがこう出ればいいんですよ。片っぽが出るときっていうのは、こういうふうにはなかなか、まあ、よっぽど、天才の人は、これ、いいだろうけど、少しこう、実は、腸骨のトップから、ここが出ますね。これちょっと触ってみてください。そう、ここね。一番高いところね。ここで動きますよね。これ前やったら、前行くでしょ。お尻で歩こうとかあんま読まないで。そうそう。ここだけ、ワンポイント。ここ瞬間に力がポンって入って、これ脱力理論っていうか、まあ一郎なんかの理論と一緒です。ね。そう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 。少ない力で動くじゃないですか。瞬間だけ力が入って、あとは力抜けてる。なんか、批判されもされてるけど、はい、一郎のトレーニングマシンの、なんかなんとか先生のやつですよね。最初だけ初動負荷か、初動負荷に。初動だけあって、あとは抜けてるっていう。ね。それが点がずっとつながってて持続の線になるってことですね。線があって点じゃなくてっていうの、そういうふうな感覚、そうそうそう、お仕事につながるかもしれない、はい、そう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 、そうするとね、
それで発生するとどうなるかというと、うおー、最初だけあるわけ。うおー、であとは任せてれば、まあ、あの川にうんち流してそのまま流れていくみたいな。あとまでこう、はい、一生懸命流してない、はい、うおー、はい、うおー、はい、おー、あえー、あえー、OK、 えい、ー、えい、ー、はい、うおそうそうそう、四つの音なっちゃったね、ごめんね、全部しっとりしちゃったからね、はい、はい、じゃあと今度ちょっとやっぱ上げて、でここでやっぱりこの上骨梁のついてる、まあ、はい、腸腰筋の付け根のところですね、はい、それを感じます、はい、うーん、これ大変ですよ、持続今度、うーん、そう、うーん、私だと疲れちゃう。少しずらすと続けられる。そうです。でパッと休んで力抜きます。はい、投げちゃってもいいし、ね、そういうふうにあの、はい、力の使い方を研究していただくと、あの持続もできるし、瞬発力もだから。あのパンとこう上がったりするのも同じですね。空中浮遊じゃなくてさ、パンとこう上がるじゃないですか。腰上がると思うよ、こうやって。ちょっと、そうそう。で、息吐く。そうそう。そうそう。この辺。ひ。ひ。そうですね。結構辛いでしょ、はい、うん、でその時に、声帯っていうかのこの口喉周りの筋肉の形もそんなに悪くないんですよ、はい、あのそんな「っていうふうにならないからね、あーとか「とかそうにならないから、そういうふうにちょっと形をうまく整えていくってことが大事かな。はい、お疲れ様です。はい、久々にやった。